何の用だ。掲示板の件で来た。怪物のことで困ってるのか。困ってる困ってるどころの騒ぎじゃない。もうお手上げ状態だ。輸送隊が街道を通るたび、森にいる何かよくわからねえものに襲われるのさ。おかげで矢も糧食も底をつきそうだ。偵察部隊を送ったが、誰一人戻ってきやしない。まったくどうなってんだ。やることは単純だ。そのクソ野郎の首を持ってこい。掲示板に書かれてる金もやる。補給証拠はケチだから価格交渉はできん。だがポンターを渡るための通行証をつけてやろう。どうだ、乗るか。いいだろう、やれるだけやってみる。ロージ、走れ。爪で裂かれ、噛みちぎられてる。四季に食われたようにも見えるが、全部死ぬ前につけられた傷だな。盗まれたものの残骸だ。誰かが怪物の襲撃の後に盗んだか。軍事用品の収集足跡が怪物なのか。生存者か、あるいは人型の怪物か。爪跡みたいだな。だがこれは嫌だ。矢軸が皮膚のところで折れてる。何か怪しいな。跡をたどってみるとしよう。うん、もう少し調べるか。
一歩でも動いたら頭にもう一つ穴が開くぞ、デューイン。ここで何を探してる？お前の指揮官に話がある。大事な話だ。信用できん。ああ、弓で狙われてる時からそんな気はしてた。今にも撃たれそうだしな。俺は分別ある人間だ。信じてくれ。武器を渡せば信じてやる。さあ剣を下ろせ。そうすればベルノシエルのところに連れて行ってやる。分かった。案内しろ。バットゲン？怪物で困ってることなどないわ。お前たちはそうかもしれんが、レダニア人は森に何かが潜んでいると言っている。それを倒すために雇われた。またいつもの勘違いでしょ。ここに怪物なんていない。ご苦労様。人が死んでるんだぞ。死んだのは大海洋から青色山脈までに散らばるアインシーデを敷いたけど、ラドビットに仕える兵士よ。多くの仲間を殺し、兄弟を苦しめ、姉妹を怪我した兵士ども流す涙はないわ。彼らの輸送隊を襲うこともやめない。我々にも食べ物が必要なの。選んで、今すぐここを離れて全て忘れるか、それとも死ぬか。そうしよう。俺には関係のないことだ。持ち物を返してやって、あと何か分けてあげて。賢い選択には褒美がふさわしい。バフェイル。男爵の手下から食料をもらえるわよ。本当？やっと戻ってきたな。怪物は仕留めたか？いや、森を探したが何も見つからなかった。別のところに移動したのかもな。それか、お前が使えないウィッチャーかだ。もう用はない。金は払わん。ガタガタ言うと容赦しねえぞ。さっさと消えろ。